名古屋ドームです。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。中日ドラゴンズ対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をご覧いただきます。この放送の解説は勝田光さん、宮本勝友さん、そして実況山口不二雄でお送りしてまいります。それではお二方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして現地の様子を伝えてくれるポーターです。はい、我々2人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。お楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。さあ、今日の先発のマウン、川上、ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。豪快さに秘めた繊細なコントロール、神がかり的なカットボール、魂の熱湯で敵を切る不動のエース川上憲伸。走攻守のスピードとパフォーマンスは身体能力の高さの証、新庄イズムの継承者森本ひちょり。マウンドは先発ピッチャー川上。森本、背番号1。今日の一投目、初球から際どいコースを突いてきます。際どく外れた。昨年のファイターズ82勝54敗、勝率6割3厘、シーズン1位からのリーグ優勝を果たしています。外に決まりました。さあ、宮本さん、今の大きな変化球なんですが、カットボールですよね。そうですか、カットボールですか。さあ、バッター森本、3投目、この低めはフォークで追い込んでいます。さあ、4球目、インコース決まった。いい球を見せました。天才と称された打撃センスの持ち主は堅守堅打の脇役として開花、打撃に守備に飽くなき開拓者たれ、田中健介。さあ、ファイターズ今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。何を投げてくるか。最初は見ていきます。ここは1球外します。バッターの2番田中健介、2球目です。この球は外いっぱいに決まった。ワイエンドワンです。昨年の数字が出ていましたが、3割飛んで1厘のアベル、そして打ったホームランの数が7となっています。これはいい当たり、打球はセンターへ、大きい大きい、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁を狙った。スタンディングのツーベースとなりそうです。ツーベースヒット。パンチ力と巧みさを兼ね備えた一本足打法は勝負強さも抜群、完全復活を目指す次代の主軸木本邦幸。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割3分9厘のアベル、そして放った本塁打の数が1となっています。初球、村本インコースに来ました。この球はボールになります。3番バッター木本、さあ2球目、ここは落とします。ノーツー。最初のバッターは三振、その後ツーベースを打たれています。ストライク、カウント1エンド2。今もワンアウトです。さあ、今度もいい当たり、ファーストへの打球、一塁送球、一塁アウト、ランナーその間に三塁へ。木本ファーストゴロに回っています。左右どちらの打席でもパワーでスタンドに叩き込む不動の主砲、パナマの怪力スイッチヒッターフェルナンド・セギノール。バッターの4番セギノール、どこから狙うか。初球ボール、1球外しました。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割9分5厘のアベル、そして本塁打の数26となっています。コーナーへ決まります。今のは思わず見送りました。2アウトになりました。さあ、3球目、緩いカーブ決まりました。ちょっと合わないようです。さあ、4投目、これ
ート右方向へ、ファウルボール。カウントはそのまま2エンド1、外2球続きました。まあ低めに来てますよね。はい、低めへの投球を見せました。さあどういった、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。空振りの三振に切って取りました。1回の表終了。ファイターズ2アウト3塁からの得点はなりませんでした。代わりまして守ります、ファイターズ。そしてファイターズの先発ピッチャーダルビッシュ、さあどんなピッチングを見せるのか。本格派と技巧派、2つの素質を高いレベルで持ち合わせる天才右腕、すでにエースの風格漂う若武者ダルビッシュ有。広い守備範囲を誇る鉄壁の守り、積極果敢な打撃、卓越した走塁、龍の切り込み隊長荒木雅宏。昨シーズンの成績出ていましたが3割です。そして打ったホームランの数が2となっています。まずこれは大きく外れました。ボールカウントノーワン。荒木、今年で入団から12年が経ちました。次の2球目、外、決まった。さあカウントは1エンド1。バッターの1番荒木、次が3球目、速いボールできました。このストレートで追い込んでいます。さあ次の4球目は、強烈な当たり、綺麗にセンター前に抜けました。さあヒットになる、荒木センターへのヒットが出ました。職人的なバッティング、超人的なディフェンス、クロート好みのプロ中のプロ、井端弘和。井端、10度目のシーズンを迎えています。第1球です。これもいい当たりだ、レフト線に上がった、すごい、入りました、ホームラン、先制のツーランホームラン。初球を放り込んだ井端、この名古屋ドームに綺麗なアーチをかけました。今ホームイン2対0。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。2点先制します。早くもリード、先制点が入りました。今の場面もう一度見ていただきます。前方向へ鋭く打ち返すソフトかつパワフルな打撃、走者を釘付けにする肩の抑止力、攻守に超ハイレベル、福留孝介。すでに2点を奪われています。さあ1投目、まずはシュートから入りました。ボールを操ってきます。バッターの3番福留。さあ第2球、これはバットが出せない。このストレートがいいですからね。そうですよね、151キロのストレートでした。さあ3球目はどう攻める。今度もいい当たり、打球はセカンドへ、取ってファーストへ送ります。一塁、これはアウトになります。福留、セカンドゴロに終わりました。前方向へピンポン玉のようにボールを飛ばす驚異のスイング、規格外の長距離砲タイロンウッズ。昨年の数字が出ていましたが3割1分、そしてホームランの数が47となっています。最初のボールは、これもいい当たりだ、三塁線の当たりはファウルになりました。今のはね、ファウルになって助かりましたね。はい、今のバッター悔しいでしょう。2球目、外いっぱい決まった。もうボールが来てますよ。そうですよね、150キロ出ていました。サインはどう出されたのか、決まった、三球三振、手が出ませんでした。パンチ力が光る天性のスラッガー、
高次元のポテンシャルを全開せよ、森野雅彦。バッター森野、一投目はどうでしょう。初球インコース、ワンストライクです。森野、11回目のシーズンを迎えています。さあ次のボールは、決めてきました。気合の投球を見せます。さあ勝負か、どうする。ファウルになります。次の4球目、打って打ちました。打ち上げて右中間です。今のはね、完全にボールに力負けしてますのでね。はい、力のこもった速球でした。1回の裏を終了。しかしドラゴンズ2対0先制しました。勝負強さが際立つ打撃、強肩が光るアグレッシブな守備、常に全力プレーでチームを鼓舞し続ける優勝請負人、稲葉篤紀。第1球は外めのボールから来ました。厳しいところに決まりました。バッターの5番稲葉、さあどうでしょう。今度もまっすぐできました。これも外目に行きました。2回の表、ファイターズの攻撃。さあ第3球、またストレートできました。ワンエンドツーになりました。攻撃中のファイターズ、先ほどの回は残塁が1、結局無得点に終わりました。さあバッティングカウント、今度もまっすぐできました。ボールカウント2エンド2、次が5球目、ストレートでフライです。センターです。これでアウトが1つ。センターフライに終わりました。自慢のバッティングに加え、課題のディフェンスもレベルアップ。攻守に投手をサポートするたくましき女房役、高橋真嗣。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。まずは初球、内へ、最初は低めの球、これは厳しいコース、決まっています。まず先頭のバッターを打ち取っています。2投目はコーナーいっぱいに決まった。ツーナッシングです。さあ決め球を見せるか。高めのボール球、手を出した。左へ、ファウルです。さあ4球目、これはボール、審判はボールを選択しました。この球は入りません。さあ何を見せるか。ストレート落ちました。左への打球です。井上前進、前進します。アウト2つということになります。高橋レフトフライに終わりました。悔しさも寂しさもぐっとかみしめ、すべてをこのバットで打ち返す。坪井コールを背に受け、今復活の時、坪井友近。さあ第1球、あっと体に近いところ、その初球は変化球でした。ワンボールになりました。この回まず2アウトを取っています。このボールはどうか。今度はストレート、力強いボールです。2アウトになっています。さあ3球目、
変化球入りました。さあ宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。いい感じでフォークが来てますけどね。はい、落差のあるフォークが来ています。さあ第4球、鋭い当たり取った、これで3アウト。2回の表終了、ファイターズ3人で攻撃を終了しています。どんな球でも対応できる天性の才能でヒットを量産、力強い大陸の風が勝利と栄光を導く、イ・ビョンギュ。今日最初のバッターボックスです。どこから行く。初球振りません、ノーワンです。すでに2点を与えています。次の2投目打ちました、打球はライン際切れるか、抑えた、一塁に送ります。一塁楽々アウトです。いい、ファーストゴロに倒れました。ファンを沸かせる勝負強さと長打力、明るく元気にチームを引っ張る陽気なガッツマン、井上和樹。さあ初球はどうでしょう。フルとしてフロアピッチャー正面、抜けた、きれいに抜けた、ヒットになった。井上センターへヒットを打ちました。球界屈指の強肩に豊富な経験、強気なリード、守り勝つ落ち合い野球の司令塔谷重元信。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。さあ最初は見ていきます、ワンナッシングです。今日は2回途中までを投げ許したヒットが3本、この回は1本ありました。依然ワンアウトです。さあ次はどこへ行くか、ストレート、これはピッチャー取った、二塁へ送ります。二塁はアウト、セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレー取れない。さあどうでしょうか、あの打球ですからね。放送席、放送席の山口さん。はい、三塁側です。どうぞ。打球が当たったところの手当てをしています。肘の具合を気にしていたんですが大丈夫なようです。マウンドに戻るということです。ああ続投ですか、わかりました。さあ健康一番っていうとこですね。はい、アウトが2つになって次のバッターになります。川上右のボックスに入りました。最初の第1球、初球を投げてストライク、ワンストライクノーボール。川上ちょうど10回目のシーズンとなりました。2球目はどうでしょう、しっかり捉えた、サードへの当たり、ファーストへ送ります。1塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。さあファイター2点を追いかけます。守備の達人として、つなぎの打撃の職人として、いぶし銀の講師でチームを支援、フロート好みの円熟堅実プレーヤー金子誠。さあバッター金子誠、第1球はどうか。初球インコースから入りました。どうですか宮本さん、今日のピッチングを見てどうですか。いいピッチングしてますよ。ですよね、ここまではいいピッチングですよね。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割5分4厘のアベル、そして打ったホームランの数は6となっています。低めの球は内いっぱいに入っています。面白いように決めてきます。さあ勝負するんでしょうか。外へ外れます。これバット出ますけどね。はい、バッター見ていました。さあ4球目、変化球打ちました、打球はライン際切れるか、この当たりはファウルです。依然カウントは2エンド1。あっと打ちました、左へ、今
今のは外に外れていたでしょうか。さあカウント2エンド1、しかしこれは外れています。さあカウント2-2、この勝負どうなる。打っていった、打ち上がし抜かれた、打たれました。ここでヒットが出ました。まあ球は速かったですけどね、ヒットにしましたよね。その渾身のストレート打たれてしまいました。そして次のバッターとなりますダルビッシュ、3回の表ノーアウトです。さあ最初の1球、さあバット、あっと今引っ掛けましたね。なるほどね。で結局凡退となりました。2球目です、これも変化球でした。2ストライクノーボール。追い込んだ、三球で決まった。ちょっと外主体の丁寧なピッチングでしたよ。はい、で三振を奪いました。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。これで打者一巡となります。森本右のボックスになります。今日2度目のバッターボックスに入っています。初球見送っていきます。ワンストライク。ワンアウトになりました。このボールはどうか。まっすぐを持ってきました。平行カウント1エンド1。今日は3回途中までを投げて許したヒットが2本、この回そのうちの1本がありました。ストレートを持ってきました。カウント1エンド2。ドラゴンズカラー一色の名古屋ドームから実況生中継でお送りしています。バッター見送りました。さあカウントは1-3です。バッター森本、次が5球目、まっすぐを持ってきました。気合が入っています。ランナー走ります。バッター取らない、三振、アウトだ。結局三振ゲッツー。3回の表が終了。ファイターズ得点はなりませんでした。3回の裏ドラゴンズの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。荒木右打席に入っています。どこに出てくるんでしょうか。最初はスライダーできました。ワンボールです。点を許してからのピッチングというのはどうご覧になってますか。まあこの回の上位打線との対決を見てからでしょうね。さあ順調に立ち直っていくんでしょうか。これはカーブでしょうか。1球2球と続けてボールを投げてきました。これが2回目の打席。さあ3球目は、これはストレート、149キロです。トップバッター荒木、得点差は2点、ドラゴンズがリードしています。バッティングカウントからの4球目、取ってワンアウトになりました。荒木ショートフライに終わりました。打順が変わります。井端右バッターボックスに入ります。まず初球、高めのボール打った、フライになった、ちょっと詰まりました。取りました。2アウトになっています。井端センターへの飛球に終わりました。ここまでの失点が2となっています。さあ初球はどうでしょう。まずはストライク、ワンナッシングです。さあバッター福留、さあ2球目、外へのカーブは入りません。ワンエンドワン。順調にツーアウトにしています。さあ半投目、バッター落ち着いています。ワンツー、
この前の打席はいい当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。さあバッター有利か。高めの球、これは外れます。これは釣り球、引っかかりません。これが2回目のバッターボックス。さあ5球目、変化球です。ちょっと今のコースはね、頭の中になかったんですね。はい、バッター狙いが外れました。さあフルカウントになった。あっと見逃し三振、スリーアウト。外のボール見送って三振です。さあファイターズ、この後2番から始まります。4回の表、ファイターズの攻撃、打順は2番から始まります。田中健介、打席に入りました。今のところ2点差ですけど、両チームゴブゴブっていう感じのゲームになってますからね。ですから中盤このリードをどうやって守るかですよ。はい、この中盤戦、2点のリードを守れるんでしょうか。まず最初のボールを決めていきました。さあ宮本さんにお聞きしましょう。今日のピッチングはどうでしょう。まあストレートなんかいいですよ。ああなるほど、ストレートが伸びています。田中健介、今日は1回塁に出ています。次のボールは落ちる球できました。ワンストライクワンボール。ここまでのファイターズヒットは2本、まだ得点がありません。ドラゴンズがリードしています。3投目、これも落としてきました。ボールカウント1エンド2。4回の表、ファイターズの攻撃、バッティングカウントになった。鋭い打球、セカンドへの打球、一塁に送ります。一塁、これは悠々アウトです。田中、セカンドゴロに倒れました。ここまで打たれたヒットの数が2となっています。最初の1球は何か。最初のボールを決めました。しかし今日はストレートがいいように思いますが、この回はワンアウトになっています。さあ次はどこへ行くか。外へ。バッター今のコースは思ってなかったですよ。はい、ここは読み通りの球は来ませんでした。さあ外してくるのか。空振りの速球三振、まっすぐの球当てさせませんでした。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そして次の4番デニノール、バッターボックスに入ります。先頭バッターは内野ゴロ、その後三振を取っています。さあ初球、最初は変化球できました。バッテリー1球外してきました。初回の第1打席、空振りの三振に倒れています。さあ第2球、またインコースに来ました。2球ともインコースを攻めています。川上、依然2点のリードを守っています。さあ3球目、まっすぐで決めました。2エンド1です。さあ4投目、強烈な当たり、打球はファーストへ。2エンド1変わりません。鋭い当たり。さあカウント2エンド1、変化球を打っていった、打球は右へ。ファースト取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあゴロです。次の攻撃は4番から始まります。4回の裏、ドラゴンズの攻撃、ドラゴンズの先頭バッターアイロンウープ、右打席です。さあどこから来るか。
最初のボール外れました。ワンボールになりました。ここまで2点を失っています。2投目変化球が決まりました。さあカウントは1エンド1。ここまで許したヒットの数は3となっています。さあ第3球、これは変化球でしょうか。ワンツー。2回目の打席はどうでしょうか。さあバッターちょっと有利か。今度はストレートを持ってきました。本当にね、いいまっすぐですよね。はい、今のは150キロでした。次が5球目、外、フルカウント 2-3。 さあ、フルカウント第6球、三振。ボールを捉えられませんでした。今のシーンもう一度見てみましょうか。そして次の5番、森、神奈川県出身。ワンアウトになっています。どこに入れてくるか。初球振りません。さあワンボール、点差変わらず2点差、ドラゴンズがリードしています。次のボールはストレートで左への打球、ショートが抑えます。ファーストへ一塁、これは余裕でアウト。森野ショートゴロに終わりました。ツーアウトになりました。最初の球は最初は外に持ってきました。コーナーの隅にコントロールしてきました。今日の奪三振の数は3となっています。第2球はどういう変化球、打って右へ、しかしこれは惜しくもファウルです。さあここはどうリードするんでしょうか。インコース打って右への打球です。しかしライトが守っています。取ってこれで3アウト。4回の裏を終了。ドラゴンズ2回目の三者凡退に倒れています。5回の表、ファイターズの攻撃。ファイターズの先頭バッター稲葉、バッターボックスに入っています。まず初球、ここは見ていきます。149キロのストレート、5番バッター稲葉、2投目、この球は見ます。2ストライク。次の配球はグラッとインコース、危ない、インコース、これは外れます。これはね、バッターよく我慢しましたよ。はい、ここは見極めました。さあ4球目、今度は外に来ました。誘ってきましたが乗りません。さあ5球目、今度は打ち、フルカウントになっています。2、3からの6球目、外れてフォアボール。いきなりトップバッターを歩かせました。そして次の6番、高橋、5回表ノーアウト。最初のボールは初球を叩いた、これはファウルグラウンドだ。奪った三振の数が5となっています。2球目です。今度はまっすぐ来ました。カウント1エンド1。フォア
アボールでランナーを出しています。さあ3球目、さあこれは痛烈だ、これは低い当たり。さあ次の4球目は低めのボールか、左へファウルボール。さあ2ワンです。ストレート、低い打球になりました。取りました、ワンアウトになっています。高橋セカンドライナーに倒れました。さあ打順が変わります。すごいバッターボックスに入りました。初球コーナーをついてきました。149キロです。この試合フォアボールの数が1となっています。タッチしましたが一塁はセーフ。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、セカンドライナーに終わっています。まっすぐできました。直球で追い込みました。さあ一球様子を見るのか、ストレートを持ってきました。丁寧なピッチングを見せています。さあ第4球、これはボールと分かる球、ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか、ここで変化球です。フルカウント2スリー。さあフルカウント第6球、スイングアウト、フォークボールで空振り三振です。アウトが1つ増えて次のバッターです。金子誠と右の打席に入りました。どこに入れてくるか、初球簡単にストライクを取ります。さあカウントはワンナッシング。8番バッター金子誠、外外れてボール。さあカウントはワンエンドワン。ツーアウトになっています。さあ3球目、高めの球ストライク。いやー宮本さん、今日のピッチングを見てどうですか。いいストレートが来てますよね。はい、このゲームストレートが生きています。さあ次の4球目は高め外れてボール、2-2です。さあ5球目、なんと空振り三振、スリーアウトチェンジ。最後はスローカーブで空振りに仕留めました。5回の表が終了、ファイターズ得点がありません。5回の裏、ドラゴンズの攻撃。ドラゴンズのトップバッター井上、左の打席に入っています。1投目、その初球大きく外れました。ノーワンです。ここまでのドラゴンヒットが3本、2得点という内容です。一方のファイターズ打ったヒットは2本、まだ無得点です。ドラゴンズがリードしています。これはストライク、平行カウント1エンド1、依然として2点差、ドラゴンズがリードしています。さあ3投目、しかしこれは決まりません。ワンストライク2ボール。ここまでの失点が2となっています。バッティングカウントからの4球目、まっすぐを持ってきました。ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか、鋭い当たり、低い当たりになった。ワンバウンド低くなりました。さあヒットが出ました。今のがこの試合2本目のヒット。今日の4回までのピッチング許したヒットが4本、そのうちの1本がこの回です。まずはボールから入りました。この球は外しています。今日のゲーム打たれたヒットの数が4となっています。低めの球ストライク、ワンストライクワンボール。ノーアウトです。さあ3球目、ストレート持ってきました。ここは追い込んでいます。
次の4球。変化球決まった。ボール球に思わず手を出してしまいました。さあ今のシーンです。ワンアウトで次のバッターが入ります。川上右打席に入っています。今日の奪三振の数は4となっています。さあバントした。取ってセカンドどうか。二塁はフォースアウト。これでスリーアウト。ゲッツーに切り抜けました。もう一度振り返りましょう。ゲームは5回まで終了しています。ドラゴン最後はダブルプレーに終わりました。名古屋ドームは6回の表、ファイターズの攻撃。ファイターズのトップバッターダルビッシュ、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。最初の1球外のボール打ちました。セカンド後方へ。今のはね、引っ掛けてますよ。なるほど、ちょっとバットが合わなかったようですね。打順が移ります。森本右バッターボックスに入ります。第1球まずはストライク。気合の投球を見せます。ワンアウトランナーはありません。2球目上がってくるは強烈な当たり。これは三遊間だ。一塁に送ります。さあバッターランナー二塁を狙う。これはサードにエラーが記録されます。そして次の2番田中健介、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。この試合の奪三振の数が7となっています。ストレートを振って右中間に上がっています。アウト2つということになります。田中ライトフライに終わりました。さあ打順が移っていきます。木本得点圏でのバッティングはどうでしょうか。他は1球目あっ良かった。このピンチ踏ん張りを見せました。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあドラゴン、この後トップバッターからの打順となります。6回の裏ドラゴンズの攻撃。この回はトップから始まっていきます。荒木ボックスです。最初の1球は成田。まず外から入りました。ボールカウントワンストライク。ここまでのドラゴンヒットが4本、そして2点を入れています。一方のファイターヒットは2本、まだ得点がありません。ドラゴンズがリードしています。速球できました。1球2球と外へ行きました。一つ前の打席ショートフライに終わっています。さあ3投目カーブできました。ボールカウント1エンド2。ここまで5回2点を失っています。さあバッティングカウント、インコースへの変化球ツーツー。次が5球目ドンピシャのタイミング。あこれは野手の正面、取った取っています。いい当たりでもね、これ正面ではどうしようもないですからね。本当にアンラッキーな打球になりました。最初の球はまずは初球見送りました。この球は枠に入りません。今日は6回途中までを投げて打たれたヒットが4本、そして2失点というピッチング。打ちいっぱいに決まります。力強い投球を見せます。この前の第2打席センターフライに終わっています。さあ3球目低いボール、これはライン際です。ファウルになります。さあ4球目変化球三振、バットには当たりませんでした。
今の場面もう一度見ていただきます。そしてバッター福留、左のバッターボックスに入ります。3回の2打席目、見逃しの三振に倒れています。どこから狙うか。最初から低めに来ました。この球は外れています。さあ3回目の打席、2球目はどうでしょう。シュートでしょうか。外に外れました。さあカウントはノーツー。2人を打ち取っています。3球目、このストレートは外れています。ノースリー。3番バッター福留、次の4球目、あっと低め、気合が入っています。ツーアウトになりました。さあ何を見せるか。ではライトへ大きな打球が上がった。フェンスにダイレクト。打ったバッターは二塁へ向かった。中継に入る。福留1本目のヒットが出ました。さあホームランで一気に展開変わってくるんでしょうか。第4球このバッターボックスとなります。初球は際どいところに来ました。際どく外れた。さあバッタータイロンウッズ、この球はどうでしょう。インコースボール、ツーボールになりました。なおもツーアウトです。さあ3球目はどうか。外のボール、ちょっとねインコースの後ですからね。ああなるほど、ここは中を見せて外に来ました。ここまで2点を失っています。さあバッティングカウントどう攻める。ストレートできました。ツーストライクツーボール。さあ5球目、やっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン、変化球決まって空振り三振です。ゲームは中盤6回を終了、ドラゴンズ0点で攻撃を終了しました。7回の表ファイターズの攻撃、4番からの打順になります。セミノール、ボックスに入っています。何から持ってくるか。ここは見ていきます。ボールカウントノーワン。攻撃中のファイターズ、前のイニングは1つの残塁、そして得点はなりませんでした。このボールは、ここはまっすぐ。宮本さん、このピッチングはどうご覧になってますか。今のストレートもいいですからね。ああ宮本さん、ピッチングをご覧になっていかがですか。今日はストレートがいいんですけどね、それを振ってくれてますからね。ストレート打ちました。これはピッチャーの横、ショートが取ります。これは一塁アウトです。セミノール、ショートゴロに倒れました。打順は次に変わります。稲葉、ボックスに入ります。さあワンアウトです。さあ1投目、その初球は外のボール。さあカウントはワンナッシング。今日の奪三振の数は7となっています。次の2投目、あっと強烈な当たり、これはファースト。次の配球は、あっと鋭い打球だ、これはセカンドになります。一塁はアウトになります。セカンドゴロに終わっています。そしてバッターは6番高橋、7回の表ツーアウト、どこに入れてくるか。これも痛烈な台、取った、取りました。スリーアウトチェンジ。7回の表が終了、ファイターズ3回目の三者凡退に倒れています。
ゴンズの攻撃。5番からの打順になります。森、追加点が欲しい展開。まずは出塁したい場面です。さあ最初は見ていきます。今日はストレートが伸びてきます。これが3回目のバッターボックス。7回の裏、ドラゴンズの攻撃。2球目はどうでしょう。うちは、外れました。ワンエンドワンです。奪った三振の数が6となっています。さあ3球目は強烈な当たり、ファーストへの打球取った。これは一塁アウトです。森野、ファーストゴロに終わりました。そして次の6番、左のボックスに入っています。最初の1球、まず大きく外れてボールになりました。1球外しました。ここまで許したのは2点だけ。第2球はどういく。内へのボールは2つボールになりました。今日は7回途中までを投げて許したヒットが5本、そして2失点となっています。3球目、これはボールです。ノースリーです。まずはワンアウトにしています。さあ4球目、1つもストライクがありませんでした。これが今日初めてとなるフォアボール。ここで出ました。そして次の7番、井上、左ボックスに入りました。最初は内から入りました。カウントワンストライクノーボールです。この試合フォアボールの数は1となっています。あっと、これは強い当たりだ。セカンドへの打球、2位、フォースアウト。そして1塁転送、1塁アウトで3アウト、ダブルプレーに仕留めました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ゲームは7回の裏を終了。ドラゴンズランナーを出しましたが併殺に終わっています。8回の表、ファイターズの攻撃。ファイターズの先頭バッター、すごいバッターボックスに入ります。最初のボールは、最初はストライク。さあカウントはワンナッシング。5回の2打席目、スイングアウトの三振に倒れています。さあ第2球、低め打って滝が右、一塁に送ります。これは一塁アウトです。すごい、ファーストゴロに終わっています。5回の前の打席、空振りの三振に倒れています。初球は、最初は外に持ってきました。カウントワンストライクノーボールです。8回の表、ワンアウトになりました。このボールはどうか。まっすぐを打って左への打球、一塁送球、一塁はアウト。余裕がありました。金子、ショートゴロに終わりました。これ代打ですね。点の欲しいこの場面、ファイター、ここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。メジャーで鳴らしたバットコントロールで日本野球に素早くアジャスト、攻守に頼もしい注目の助っ人、アンディ・グリーン。今日は8回途中までを投げて打たれたヒットが2本、失点なしの成績です。初球はどうか。まずは初球ストライク、ワンストライクです。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。このボールは、これは外れます。ワンエンドワン。ツーアウト、ランナーはありません。3球目はどうする。低めのボール入ったが、落ちる球でツーストライク目を取りました。さあ第4球、
振、スリーアウトチェンジ。結局空振り三振に終わりました。ゲームは8回の表を終了。ファイターズ4回目の三者凡退に倒れています。ファイターズ先発ピッチャーマウンドを降ります。吉本2点をリードされての登板となります。さあ調子はどうでしょうか。球速豊かなストレートと待ちきれないスローカーブの緩急差で勝負。打者を惑わす時間差投法、押本武彦。8回の裏ドラゴンズの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター谷繁、ダメ押し点の欲しいこの場面、出塁したいところです。最初のボール外れました。カウントノーワン。バッター谷繁、さあ2球目変化球で続けました。カウントノーツー。さあ3回目の打席、3球目、しかしこれは外れています。ボールが3球続きました。まあフォアボールは出すもんじゃないですよ。はい、やはりここは歩かせてはいけないと。はい、攻撃中のドラゴン、先ほどのイニングは大きな打球になった。レフトへ上がった、いっぱいいった、フェンスに当たります。打ったバッターはセカンドへ、ショートが中継。谷繁センターへのヒットになりました。ヒットのランナーを許しています。どこから行く、まずは見送りました。ここは外してきました。ノーアウトです。さあ次はどこへ行くか、ボールです。さあカウントはノーツー。これが今日3回目の打席、ボールのようです。さあノースリーです。宮本さんのダブル解説、実況山口不二雄でお送りしています。ストレートを持ってきました。ワイエンド3になっています。いきなりランナー1塁としています。次が5球目、打った、左方向、2塁へ、2塁はフォースアウト、ゲッツー成功、1塁はアウトです。ノーアウトランナー1塁の場面、一点にランナーがいなくなりました。今のスライダーを打たせましたよ。ああ、ここは思い通りの左へ行った、抑えた、ファーストへ、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。さあファイターズ2点を追っての攻撃です。9回の表ファイターズの攻撃、この回はトップからの打順ということになります。森本、ここは塁に出なければいけません。さあ初球はどうでしょう。まず外から入りました。さあワンボール。完封目前の最後のマウンドです。2投目は外の、次は村本、これは反応できませんでした。出したフォアボールの数は1となっています。さあ3球目、ストライク、これは丁寧なピッチングできました。次が4球目、外れています。やっぱりボールが高くなってますね。はい、高め高めへのピッチングが続いています。さあ何を見せるか、落ちるボール打って、これはピッチャー正面、ファーストへ送ります。一塁楽々アウトです。森本ピッチャーゴロに終わっています。今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打、どこに出てくるんでしょうか。初球見送っていきます。ワンナッシングです。ワンアウトになりました。どう攻めるのか、あっと強い当たり。さあここはどうリードするんでしょうか。
中継するが、これは間に合いません。ツーベースヒット、田中ライトへのヒットになりました。さあランナーが一人出ました。木本、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。ストレート、これはショートの上、追ってツーアウトまで来ました。二塁へ送ります。木本ショートライナーに倒れました。さあ一発で同点のこのチャンス、入った。ここで代打の切り札を送ります。意外なというかもう驚きましたね。名球界への1打席1打席を完全燃焼するベテランスラッガー、ミスターファイターズの集大成がファンの心に刻まれる田中幸雄。まずはスローカーブを見せました。さあ宮本さんにお聞きしましょう。今日のピッチングはどうですか。今日はこのカーブもいいですからね。さあ次はどう攻めるか。ここは見ます。このボールは見送るのが精一杯。今日は9回途中までを投げて打たれたヒットが3本、この回そのうちの1本がありました。ストライクです。思い切った配球ですよね。はい、今の球でストライクカウントを稼ぎました。さあ完封まであと1球。今度は変化球、2ストライク2ボール。落ちるボールはこれは外れています。フルカウントです。フルカウントからの6球目、打った。あ、これはファウルグラウンドです。ファウルです。カウントそのまま、あっと三振、試合終了。最後は外、出せませんでした。このゲーム2対0ドラゴンズファイターズを破りました。放送時間の方がそろそろなくなってきました。中日対日本ハム、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は立川美宗さん、宮本和智さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。